ポリューションというゲームをやっていきます。どうもおざます、こんにちは、こんばんは、鎌首と申します。初めましての方は初めまして、私こと鎌首と申します。以後よろしくお願いします。そして何らかの実況動画とか、生放送とかとか、ご覧になってくださってる皆様については今後のこちらもよろしくお願いします。今回やるゲームはですね、ポリューションという、これフリーゲームでございます。どういうゲームなんだと言われると、私も特にゲームの説明のやつ概要とか 見れてないので、正直本当に何のゲームなのかわからないけども、まあちょっととある理由というかまあちょっときっかけというのもあって、このゲームをやろうかなと思っております。ではやりましょう。始めます。もうなんか、この森に一度入ったら二度と出られない家があるらしい。ちょっと行ってみよう。はい。もう完全に動きが全くのない。全くこう、手足を動かさない。手足を動かさないキャラクターが動いてますね。そして、一度その入ったら二度と出られないという森とはいつも、このキャラクターの大きさに対して木と岩がかなりでかいぞ、これは。こっちでいいのかな。さあ、ひたすらこう正面に向かって、この正面に向かってまっすぐこう突き進むだけであって、この先に何が待ち受けてるのか。おっと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 、何やら、あれ、いけない。これ調べるパターンとかあるのかな。こっちからじゃないのか。こっちはいける。あ、いける。そういう、あれか、いけそうでいけなかった、いけそうでいけないからっていうのでいうか。で、これ、橋が壊れてて、いけないので、ですな。お、これ、ゆっくり行くしかないのか。じゃあ、あーすごい。あ、川の流れが激しいのか、時々ちょっと跳ね返される。ああ、まるで川の、まるで人生は川のごとく。人生は川の流れの上ごとに。川の流れのように。ああ、はあ、やん。よし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 。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よし、来た！お！いよいよ、何かがありそうな、この部屋の中。しかし、デザイナーズマンションって言われても、あまり住みたくないな。ここに入ったらもう帰れない。え？お、ポリューション。タイトル回収しましたね。ん？動かした。え、何これ？こうやってなんか首を動かすことができて？お！何を表現したらいいのかわからない、このセーブ場所。え？あ、ちょ、この赤いのは？お、リセットか。リセットするのかな。さあ、このポリューションという意味もさることながら、ここの謎解きもどうすればいいのやら、何のヒントもないもんな。ん？文字を調べればいいのかな。動かせれますね。なんか出てきた。何こいつ。ちょっと可愛らしい顔してたけども。え、どうしたらいいのかな。え、あれ、よう見たらちょっと、うわーって言ってる顔文字と一緒の顔しろぞ、こいつ。え、ということは、大家さんがここの家の。もう一品増えた。ちょっと待って。え、いや、絶対触れちゃいけないような気もしなくも、スイッチ入れても何もない。これは何をしたらゴールなんや。本当に二度と帰ってこれなくなったって感じなの？よし、じゃあリセットボタンを今のタイミング、押したけども、ただ、元、黒い物体のやつがただ戻っただけ、また増えた。ちょっとどうしよう。これはどうすればいいんだ？え？え、どうしたらいいの？本当にどうしたらいいのかわからない。なんだろう、この、
なんだろう、この今まで私がやってきた中での常識を逸返したかの、おまた増えた。もう当たってみるか。いや、ちょっと待って、でもセーブしてからでしょ。セーブした。よし。当たってみよう。あれ？あ、別になんもない。なや？なや、当たったらなんかゲームオーバーみたいな感じになるのかなと思ったら、そんなこともなかった。結局、じゃあ、何を、この黒い子は、この部屋の中でこの、嘆いてる4匹の、4匹のこの、なんだろう、このゆるキャラにもなれないような子たちと一緒に、この一生を過ごさなあかんってこと？それはそれで辛いぞ。椅子も動かへんもんね。え？これはどういうゲーム？これは？これは何をしたらゴールなんや？よいしょ。てか、あれからもう一匹増えるってこともないな。え？不思議？え？ほんまどうしたらいいか分からへんようになってる。よし。じゃあ、セーブして。ちなみにこれ、一旦リセットして、続きからってやったら、この続きからなんのかな？試してみようか。この、動かし方とかもすごい特徴的でいい。あ、やっぱあ、やっぱここからか。ほー、なるほど。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあ言葉の通りですね、この部屋に入ったら二度と帰ってこれないというのはそういうことかということを思いました。ちなみにこのゲームはスクッテとかアケミタンとかで、ね、有名なコナゴさんが、ブログで紹介されたので、ね、ぜひやってみたんですけども、まあこのコナゴさんが書いてた通り不思議なゲームでした。ということで、また次回もよろしくお願いします。以上、かばぐみでした。ご視聴ありがとうございました。